トレーナーが頼み込んだらしぶしぶ何でもやってくれそうな馬娘に対するみんなの反応集。推しに弱そうな馬娘。姉ちゃんは殿堂入りか。控えめそうな態度でさりげなく圧をかけてくる。頼んだらバニー衣装を着てくれる。右下は意外としたたかだった。押し込んでくる方が多いような。あのトレーナーじゃないとダメだろうね。あいつ押し強すぎ。右下はいざとなれば普通の逃げ道があるから、トレーナー側も割とハードルが高い。右下は気持ちよくおだてないと断固拒否してくるからな。左上は自分もトレーナーにお願い聞いてもらってるからお互い様。一回は拒否するけど頼み込んだらしぶしぶ承諾しそう。そんなにしたいわけ、全員言いそうだな。大臣そこまでかな。お出かけ連続イベントとか見てると心許した相手には最後は折れてくれるのがわかる。押されて拒絶するタイプならチケットと林出とあんなに仲良くなってない。大臣は態度が一見ツンとしてるからわかりにくいけど、周りにいろいろ押しに押されて流されてあれこれしまくってる。仕方ないって言いながら押し切られる感じがいい。むしろさらに押してもらうのが欲しくて一回断るだろがどうのは。シャカールもなんだかんだ聞いてくれる信頼がある。デジタンも押されると弱い、押されても弱い。シティさんも熱苦しい熱血バカの勢いに負けた。爆心もなんだかんだ押しに弱い、押しに弱いというか簡単に言いくるめられるって方が近いけど。でもあいつ聞かれる嘘は選んでる節あるし。委員長のところは押しに弱いのはむしろトレーナーの側な気がしてくる。三つ編みが緩んだから結び直してほしいと言いながら髪を解いて本当に緩んでたかどうかを曖昧にする委員長はかなりのやり手だと思う。シミラはまだ持ってないけど他3人は、うん、わかるわ。初っ端のせいちゃんは押しに弱かったな。ああいうのは押しではないかもしれんが。ゴルシも強そうだけどガチの天然相手だと押し切られるからな。クリークにもなんだかんだ押し切られてる右上。クリークは押すにはめちゃ押すが、大臣が繊細なの理解してるから押し方が繊細なのがいいよね。クリークは一度失敗してるからちゃんとコミュニケーション取ってるのがいい。大クリークは大臣がさん付けするくらいにはちゃんと敬意払われてるからな。大臣がやらないっていう行動、大体やらされてる説。タキオン曰くカフェは押しに弱い。結構タキオンからスルスル逃げてる印象もある。カフェは押しに弱いというか諦めや妥協が早いイメージ。お友達絡みとかタキオンの実験台とか大事な場所は絶対譲らないけど、それ以外だとここで抵抗するより、とりあえず従った方が早く終わるなって流される。カフェのそれはスルースキルに近いと思う。カフェ、今日は一緒に寝て。仕方ないですね、と言いながら笑顔のやつ。キングはダメなことにはちゃんとダメと断れそう。キングは押しに弱いというか情に弱いのでちょっと別。パーマーも絶対弱い。パーマーは押しに弱いとかそんなもんじゃない。頼んだら絶対何でもやってくれる。パーマーはむしろ食い気味にやってすらくれそう。私何でもやるからさ。私が好きでやってるだけだから気にしないで。だからしてないで。パマチン、パマチン、パマチン、トレピにジェットストリームアタックをかけるよえー。パーマーは自分を大切にしなさい。逆に押しに強いのって誰だろう。CD とか押しに強いというか押されるくらいなら押すタイプの子は結構多い。待機とかはダメなことはダメって言いそう。あとライスとかブライトとかも絶対に譲れないラインがしっかりありそう。ミラコは押しに弱いというよりトレーナーの押しが強すぎるとはいえ割と流されるところがあるのは本人も自覚してるのでガードが硬いわけでもない。自己肯定感低い3人とシミラクルの普通概念が若干経路が違うな。成田トップロードも土下座でお願いすればしてくれるよ。成田トップロードは割とやってくれそう。ミラコは手で処理まではしてくれたけど、それ以上はなかった。めっちゃ丸い下着着てほしい。アネゴが押してくれれば倒れるのにって言い続けて10年経ったっす。最近の綾部さんの口癖は今回だけだから、今回だけだからって言いながら耳カバー外す綾部さん、すごくすごい H です。この概念だいぶ前から大臣でも見てたから自分の中では大臣と綾部さんの2強だ。ドーベル入れて3強、女帝を入れて4強でもいいぞ。姉ちゃんは内心やってみたかったのがバレて失踪停止です。言われるの期待してまである。姉ちゃんの拒否はあくまで予防線であって内心求められてることにすごくゾクゾクしてる。押し倒されたら顔背けながら好きにすれば、とか言うんか。押しに強いっていうか押したら負けな馬娘がまあまあいるんですが。押しに弱いトレーナーかっこさとトレ、西トレ等と組ませてどっちが押されるか見てみたい。ファルコンさん、押されることは永久にないので押し倒してください。コパー、ファルトレ世界一押してるぞ。黙らっしゃい、結婚しゃい、二葉目を本人に言うだけで、全銀河が感動の嵐で包まれるから早く実行しろ。
定期的にパマトレにサキュバス衣装着てほしいと頼まれて盗作的なプレイをするパーマー。サキュバスの真似とてトレーナーを絞り取ればすなわちサキュバスなり。そんな娘がいるんだ。ワイコジだけど善意の手助けには流されるタイプなのでピコピコな意味はあんまりない。配布かしこさ SSR のイベントとか見るとそんな感じ。デジ、推しには強いとか弱いとかじゃないんです。ネオユには土下座してもしてくれないけど、急にフィーン。はする?タイミングとか条件が合わないと全然了承してくれなそうだけど、そういうのが揃ったらあっさり聞いてくれそう感もある。やってくれるのが当たり前すぎてもはや議論にさえならない綾部さん。結局毎日12回の感謝があれば問題ないのよね。キングの前で一生 DT のまま他日見たくないって泣き崩れたらどうなるの?少年が3流以下だとに限られたらあっさり捨てられそうだよねキング。玉取れ、断られるかもしれないけどどうしてもお願いしたいことがあるんだ。玉、わかった。一旦聞いたるからその手に持っとる子供用の防犯ブザーを片付け。確かにしぶしぶ頼み聞くパーマーは想像できない。たわけ、一度だけだと言っただろ。かっこ当然のように来ている。ふむ、担当トレーナーに頼み込まれるとしぶしぶ何でもやってしまう馬娘か。トレーナーは頼み込んで、馬娘は言葉を飲み込んで、しぶしぶやっているのに激甘というわけだな。ふふ。大臣は本人の態度に押し切られずに押せる奴にはすごく弱いよ。というか懐に入り込まれた相手にはめちゃくちゃ甘くなるよな。大臣態度自体はツンのままだけど結局付き合ってることばっかだ。連続失踪の時に文句より強がりを出しちゃう娘なんです大臣は。大臣がやらないっていう行動大体やらされてる説笑ったけどその通りすぎる。ミラコとミラトレってミラコの方は自分乗せられてるなーって自覚しながらもやってるしトレーナーも熱苦しいのは素だけど、ミラコが気を使わないようにこのような言い方をしようみたいなのを選んで言ってるしある意味お約束でやってる感じもする。そういうプレイじゃん。ね、シュバルちゃん、のシュバルちゃんは殿堂入りかしら?ブライトにやらしいお願いをしてはいけない。断らないけど行動に移すのが数日後なので人前に性癖がさらされる。フラッシュにはきっぱり断られるところまでがプレイ。忘れた頃にフラッシュのタイミングで叶えてくれるぞ。格好もわず解任しないでくれと土下座して頼み込んでしまったが、こんな無様な姿を見せた時点で終わりだと思う俺。格好土下座するトレーナーさんに興奮を覚えてしまう私。うららちゃんも大抵のことは了承するけどトレーナーの方が自責の念で銃加えちゃうもんな。うららやライスは頼まなくても部屋に場に衣装置いておけば勝手に着るだろう。ライスは押せばいけそうに見えて石が硬そう。リッキーは風水モードの時はガード硬そうなので、まずは今日は風水なしで楽しもう、と言って泳がせてからのお願いならいけそうな気がしてきた。にこんな格好を担当馬娘にさせるなんて、毛だもの。ってなじられたい。ボノはホワホワ系に見えて考え方がしっかりしてるので英気なお願いは聞かなそう。その代わり正式に夫婦になってからのサービス精神はすごそう。パーマーや露出が高い HH サキュパスコスで誘惑してとかそういう無茶振りじゃない限り応じてくれそう。鈴鹿さんがいないようだが、走りに行っちゃったかな。CB とかゼファーみたいなマイペース組は土下座してる間にどっか行って頭上げたらいなくなってそう。騙すことへの罪悪感と切羽詰まった懇願が入り混じったバクトレ渾身の土下座を、それらを見抜きつつゾクゾクしながら受け入れるバクちゃん。酔っ払ったライトハローに無理なことをお願いしてノリノリで引き受けてもらいたい。で、酔いに酔いが冷めて血の気が引いててほしい。